兵部隊はコンバットフレームと共に前進しろ。前進。側面から突入部隊を援護する。俺たちは遊撃隊だ。コンバットフレームに任せて楽にやろうぜ。遅れている部隊がある。その分働く必要がありそうだと。 GX1 突入する。歩兵はコンバットフレームを援護しろ。怪物をコンバットフレームに近づけるな。 GX3 アタック。釣れもいいの。ビッグアンカーが確認されている。十分に注意しろ。準備できています。このテレポーションオンカーが起動しています。良くない情報です。作戦エリアは海生物アーゲルスの移動ルート上にあるようです。なんだと。 GX3 突入。各隊迅速に任務を遂行しろ。アーケルスが来るぞ。アーケルス接近。 GX3攻撃開始。あれは海生物アーケルス。あいつか。奴はでかい上に倒ったぞ。どうする。アーケルスに着弾。この作戦の目的はテレポーションアンカーの破壊だ。怪物とアンカーを破壊しろ。アーケルスはその後だ。アーケルスを倒せるかもしれません。戦闘GX4 間もなく到着する。 GX5 こちらもだ。いいぞ。本来の目的は達成した。攻撃は命中しています。確実に損傷を与えているはずです。アーケルスを攻撃しろ。直撃をやる。撃やミサイルすら通じない相手です。奴は不死身か。アーケルスの最終能力を上回る攻撃が必要だと思われます。現在方法を検討中です。GX4 敵を確認。 GX5 戦闘を開始する。いいか、コンバットフレームを守れ。移動を開始しました。アーケルスは逃走している。無理に追う必要はない。作戦完了だ。